日本百名城ナンバー23、神奈川県小田原市にある小田原城。小田原城は室町時代1418年に大森頼春によって築かれたお城。戦国時代1496年に伊勢守時、通称北条早雲が小田原城を攻略し、豊臣秀吉の天下統一まで約100年の間北条氏の本拠地となる。北条氏は上杉謙信、武田信玄と争い、1561年と69年に謙信と信玄それぞれに小田原城を包囲されたけど撃退している。1590年、天下統一を目指す豊臣秀吉によって20万の兵で小田原城は包囲された。城内に侵入されることはなかったけど、3ヶ月の籠城の末降伏し開城している。江戸時代1634年から稲葉正勝によって金星城郭として改修されていく。完成したのは1675年で、現在まで残る石垣造りの小田原城の姿はこの時に整備されたものである。また小田原市街地には北条氏が秀吉に備えて築いた総構えの堀や土塁が残されている。